はい、皆さん、こんにちは。ハリウッドスターを目指す男、一休です。すみません、逆光になってるんですけど、見えますかね。はい、今日のテーマというか、あ、失礼しました。まずですね、チャンネル登録者20名の方、本当にありがとうございます。本当にですね、最近というか、まあ、昨日あげた、まあ、坊主動画でもそうなんですけど、この動画撮るのはあさって、2日前ですね。なんで、すごいですね、こう、まあ、インスタではつながっていた人がですね、こう急に YouTube やってるんだ、登録するねとか、結構ですね、メッセージいただいたりして、本当に嬉しいです。こんな素人のクソガキの、なんか、何かよくわからないことを言ってるですね、この、まあ、レクサーの、まあ、一休です、すみません、一休のですね、動画を見ていただいて、本当に皆さんありがとうございます。本当感謝です。で、今日のテーマなんですけど、気持ちを切り替える方法3選、このテーマでお話を進めていきたいと、思います。まあ、この動画っていうのは基本的に何かこう夢を持った方であったり、何か目標に向かっている、方向けの、動画の投稿にはなるんですけど、今日のテーマは割と皆さんにもしかしたら当てはまるんじゃないかなと、思ってます。例えばこう失敗してこう気持ちを引きずってしまうっていう方であったり、こう失敗して何かモヤモヤしている、まあ、実際に今ですね、リアルタイムでモヤモヤしている方であったり、こう失敗した時にどのようにしてこう気持ちを切り替えた方がいいんだろうかとか、まあいろいろあると思うんですけど、こう座った方がいいかもしれないですね。僕なりにですね、結論を言いますと、ですね、やっぱ失敗した後、早ければ早いほどやっぱ気持ちの切り替えって僕は大事だと思ってて、例えばですね、失敗しても毎日同じような生活を、例えば今日失敗するとするじゃないですか、大きな失敗をですね。で、明日も普段と同じように、例えば、ご飯を食べて会社に行って、まあ、仕事終わって帰ってきて、また明日を迎えるっていう、まあ、ルーティンを繰り返すですね、なんかこう気持ちの切り替えって難しいと、思ってます。で、僕がですね、まあ、実際にこう、まあ、経験してしたことというか、僕が実際に実践していることをですね、ご紹介できたらなと思うんですけど、まあ、テーマが、気持ちを切り替える方法3選ですね。今回も3つのコンテンツでお話を進めていきたいと思います。まず1つ目っていうのが、物理的に何かこう大切なものを捨てる、2つ目っていうのが、そもそも環境を変える、今の環境ですね。で、3つ目っていうのが、まあ、ポジティブに捉えると、まあ、失敗はそもそもネガティブなことだけじゃないよと、まあ、こういったコンテンツでお話を進めていきたいと思います。まず1つ目ですね、これが物理的に何かを捨てるなんですけど、これって本当に何でもいいと思ってます。例えば一番いいのが、その失敗の原因となったものっていうのを、まあ、物理的に捨てれるのであればそれでもいいと思うし、で、僕も今回ですね、こんな感じで坊主になってるんですけど、これは僕の中でこう、まあ、僕髪の毛をすごい、まあ、伸ばしてですね、約1年近く伸ばしてて、まあ、ロン毛をちょっとイメージしてたんですけど、まあ、懺悔というか、自分で何かこうやることによって自分の気持ち変われるんじゃないかなっていう何かを捨てることによってですね、気持ちってもしかしたら切り替えることってできるんじゃないかなと思います。それが例えば大切なものであれば、あるほど僕はいいと思ってて、もちろんその捨てるものって本当人によって違うと思うし、やっぱそのものによって思い込みも自分の思いっていうのも人それぞれ違うと思うんで、一概には言えないんですけど、僕は今持ってる、まあ、そもそもミニマリストなんで、これで、まあ、リュック一つでずっと世界回ってるんですけど、やっぱり僕の中でやっぱ1970年代のカルチャーとしてやっぱ象徴であればロン毛、この髪をですねバサッといくことによって、なんか自分が気持ちは切り替えられていると、今ですね思えるんで、皆さんにもお勧めします。2つ目というのは環境を変えるですね。これはどうですかね、まあ、本当に小さいどこからでもいいと思うんですよ。例えばこう仕事で何かこううまくいかなかった時があったりとかしたら、例えばいつも本当気持ちの問題でいつも通ってる通勤路をちょっと変えたりとか、いつもルーティーンを何か変えるとか、例えばそもそももう会社自体変えてしまうとか、とか部署を移動したりとかですね、まあ、僕の場合そもそも日本っていう環境を変えて今海外にいるっていう、そういった環境の変え方も一つありなんじゃないかなと思ってます。何かしらやっぱ環境が変わればやっぱ気持ちって切り替わると思うんで、これはおすすめです。で、3つ目っていうのがポジティブに捉えるですね。もう失敗って本当にやっぱ失敗から学べることってめちゃくちゃあって、なんで失敗したんだろうっていうか、やっぱいろいろ考えると、やっぱ過去は変えられないんですけど、やっぱ今日明日から自分の生き方って変えれると思うので、失敗って必ずしもこう僕はネガティブなことなんじゃないかなと
ネガティブなことだけじゃないと僕は思ってます。むしろポジティブなことがやっぱ多いですね。今回は僕も本当に懺悔で、まあ、勝手に自分で丸坊主にしたんですけど、なんか今ドバイの、まあ、ドミトリーで約24人の、中東からのですね、出稼ぎの人と一緒に住んでるんですけど、坊主になっただけでですね、お前なんで坊主したみたいな、なんかお前ネパール人みたいなみたいな感じですごい歓迎されたりとか、なんかご飯もですね一緒に混ぜてもらったりとか、ちょ飯食い行こうよとかですね言っていただいてですね、まだ住み始めて3日になるんですけど、なんかやっぱ坊主にしていろいろいいことでたくさんあったし、なんか僕はそもそもまあポジティブ思考なんで、ちょっとまた別かもしれないんですけど、やっぱりこう自分の中で何か変えるとまた新しい出会いというか、新しい考えというか、新しい世界って絶対見えてくると思うので、僕はですね本当にポジティブに捉えていいんじゃないかなと。もちろんその失敗を狙っていくわけじゃないんですけど、失敗ってネガティブなことだけじゃないと僕は思ってます。でまとめますと、気持ちを切り替える方法3選ですね、まず1っていうのが、物理的に何かを捨てるですね。僕の場合は髪の毛でした。例えば失敗の原因になった、例えばそうですね、例えば結婚してる人で浮気をしてしまったと、例えばですよ、浮気をしてしまった、じゃあその浮気をしてしまった時に着ていったデートの時の洋服を捨てるとか、例えばですね、まあ、そういったものでもいいと思うんですよね。まあ、失敗の原因になったものであればよりいいと思うんですけど、で2つ目っていうのが、これは見えてますかね、はい、2つ目っていうのが、環境を変えるですね。やっぱり、まあ、環境の変え方っていろいろあって、で今働いている部署を変えたりとか、今働いている会社を変えたりとか、そもそも今住んでいる国を変えたりとか、まあ、学生の方であればこうなんていうか、まあ、付き合う人を変えるっていうのも一つ環境を変える、まあ、術なんじゃないかなと、思います。何かルーティンですね、自分がずっと何かこう、こいやなんか日々日常のルーティンを何か変えるっていうのもいいんじゃないかなと、なんか新しい気持ちの切り替えになると思います。やっぱ景色が変わるとですね、やっぱいろんな意味で僕はいいんじゃないかなと思ってます。で3つ目というか、ポジティブに捉えるですね、やっぱ失敗してやっぱ学んだことがあるし、じゃあこれからやっぱこうしていこうというか、改めて自分に向き合うことができるっていうのもやっぱ失敗があったからこそだと僕は思ってます。なんで、まあ、ポジティブに失敗はですね捉えて全然いいんじゃないかなと、前向きにいこうよと僕はそう思ってます。はい、まあ、こんな感じでですね、僕がホームレスクリエイターでですね、実際にこう経験したことであったり、こう何かですね皆様のこうお役に立てるような、そんな動画をですね配信できたらなと、思っております。はい、で本当に、まあ、冒頭にも挙げたんですけど、まあ、坊主にした動画はですね、まあ、ちょっと反響があってすごいですね、中学とか、まあ、仲良かったお友達からですね連絡をもらったりとか、すごいなんか嬉しいなってすごい思います。はい、なんかやっぱり今でもこうやってつながりがあるっていうのは本当にこうラブ&ピースって僕は思ってて、やっぱりちょっと話それるんですけど、テーマからやっぱりプルデンシャルの時に目を張っていた、もう仕事を全然しないにもかかわらず、まあ、クレジットカードを使ってブランド品とかだけをですね購入して、自分の見た目だけ上辺だけの自分を作り上げてですね、それで付き合ってた時に出会った人間関係って本当に刹那なもので、今って本当にほぼほぼないんですよね。じゃあ今僕がつながっている人間関係ってどういう人なのかっていうと、やっぱり自分の弱みであったり、まあ、失敗であったり、そういったものをお互いにですね、共有した仲間っていうのが今もですね僕はつながってるんじゃないかなと、思います。はい、まあですね、まあ、28歳にして、まあ、坊主にすることっていうのもなかなかないと思うんですけど、これもですね、僕なりにですねポジティブに捉えて、ただですね明日からでなく今ですね、今から前向きにですね生きていきたいと、思っております。以上ですね、ハリウッドスターを目指す僕の一休が、ドバイのですねなんかよくわけわからない高価の場所になりますが、皆さん今後ともよろしくお願いします。では皆さん、日本はですね今寒いと思うんですけど、ドバイはこの感じでタンクトップでも全然気持ちいいので、まあ、僕は言うことでもないんですけど、皆さん風邪をひかないようにされてください。では皆さん、ごきげんよう。